どうも、こんばんは、AWM です。今回は、荒野行動、東京グールコラボということで、前に、告知されてましたが、ついに本日始まりましたね。ということで、今回は、ガチャです。はい。久しぶりのガチャ実況めちゃめちゃワクワクするんだけども、本当なら東京グールのゲームでやりたかったっていうところなんだけど、まあ、東京グールコラボが来たってだけでもね、まあ僕嬉しいですよ。まあ違うゲームで東京グールのガチャを引けるという、まあ、なんて言うんだろうな、この上ない喜びなんですけども、ですね、まあ、やりませんっていう人多かったです、正直。私やらないので、ネムさん動画上げてください、みたいな。はい。あげます。はい。ということで、今回確定枠オレンジ色ですね。最高レアリティが金色なんですけど、金色を150回引かなきゃいけなくて、まあ、天井みたいなもんですね。まあ、多分、金色のアイテムがランダムで1個出てくるんだろうと思うんだけど、150個引こうと思ったらね、32000円か3000円ぐらい課金しなきゃいけなくて、さすがにね、俺多分、東京グールコラボ以外でこのゲームやらないから、とりあえず1万円だけ、はい、11000円ぐらい課金して、オレンジ色の確定枠まで、はい、行こうかなと思います。まあ、道中金色が出るかもしれないというですね、淡い期待を胸に抱きつつ、はい、回していこうかなと思います。まず、このゲームで実装されてる東京グールのアイテムとか、ちょっと見ていこうか。はい、ということで、こちらスキンですね。自分のキャラクターに、着せるのかな、これは。マスクもついてくんのかな、これ。こっちにね、トーカとか、金木とかのスキンもあるんですよ、一応。まあ、これはまあまあまあわかる。これはなんだ、荒野行動のスキンなんだろうな、これは。わかるかな。東京グールの世界観を取り込んだ荒野行動オリジナルのスペシャルスキンみたいな感じなんだろうな。はい。ということで、衣装他にもありますよ。衣装というか、あれなんだよね。はい。もう、なりきりセットみたいな感じ。金木とか、トーカとか。で、リゼもいますよ、リゼも。ちょっと、いやらしいんだが、ちょっといやらしいぞ。いいのか、これは。はい。で、次。はい。CCG、捜査官。モブ捜査官って言っちゃダメだな。これ、アモも着てたよな、この服。はい。戦闘服男ですね。これ欲しい。正直。俺、これが一番欲しいかもしれん。俺、これで、荒野行動やりてえわ。うん。ね、他はね、いっぱいあるんですよ。これ、はい。金木マスクですね。ちょっと、まあ、なんで裸なんだよ。俺のキャラが裸だからかな。まあ、いいや。はい、マスク。かっこいいね。で、トーカのうさぎマスク。なにこれ？あれ待って、トーカのマスクをしたね、これ。CCG の戦闘服男が出てくるんだけど。おい、やめろ。卑猥だろうが、お前。変態亀みたいになってんじゃないか。やめとけ。これ誰だっけ？黒か。これ誰だっけ？これ、あれか。黒なかこれ。黒なのマスクだっけ？ごめん。忘れた。にわかさらしてるわ。あいつあんまマスクつけて出てくることなかっただろう。そういや原作で。はい。お次はですね。まあ、これも一応東京グルコラボかな。ちょ、待って。なにこれ？裸マスクに T シャツ着てんだ。なに？こういう仕様なの？あ、これ有馬？違うわ。これあれか。荒野行動のあれか。なんかかっこいいな。俺めちゃくちゃ胸板熱くない？俺のキャラ。そんなことはどうでもいいんだよ。はい、次、重機行きましょう。アサルトライフルの、はい、スカーですね。僕、スカー大好きなんですけど、スカーに、金木の角で輪郭が巻きついたみたいな、こんな武器スキンですね。うん。これ欲しい。多分、PUBG とかでもずっと俺スカー使ってたんで、まあ、このゲームでも落ちてたらスカーを使うと思うんだけど、まあ、スカーで頻繁に落ちてると思うんでね、AR なんで。うん。その武士からしか出ないような武器じゃないと思うんで、多分。で、M27 ですね。これも多分頻繁に落ちてる武器だと思います。待って、M27、スカーと M27 かっこいい。いや、これ同じか。ほぼ同じだわ。はい。で、カジリですね、9号式。お、このギラギラしてるエフェクト。これ、撃ったらさ、あれなのカジリみたいな、こう、黄色の、なんて言うんだろう。何や、カッターみたいなの飛んでいくのかな。エレキカッターみたいな。あ、これバリバリかっこいいじゃん。これカラフルのこの東京グールの、タイトルのな、わかるかな。無印東京グールの時のこのタイトルの色合いを再現してるんだと思うけど、このペイントで。うん、AUG。俺のブラックオプス時代の相棒ですね。無印ブラックオプス時代の 16ですね。まあ、あんまり俺16得意じゃないんで、モダン3時代全然使ってなかったんですけど。いやー、これ、これあれなのかな ?AUG と M16 でしか実装されてないのか、この、いい感じのペイント。うん、他の武器なんか共通で使えたらいいのにね。三段銃、うん、ショットガンの方ではなんもないですね。あ、SMG の方な、これあれじゃん。これなんかサブが最初からついてる05式。これも東京グールのペイントついてるな。で次 SR ですね。そう、SR これ、鳴る紙よ。はい。AWM、なんか聞くところによると、AWM は物資からしか出ないから、そうそう、使うタイミングがないと。物資を拾いに行かないとな、まあ、鳴る紙出ないみたいな感じだから。まあ、でも欲しいよね。うん、一番欲しいわ、これ。どうなんだろう、これ、打つときにさ、鳴る紙ボールが飛んでいくのかな。どうなんだろうね。常にこのエフェクトで、バン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 打ったら普通の球が飛んでいくみたいな感じなのかな。鳴る紙ボールが飛んでいったら面白いんだけど。はい、SVD ですね。こちらも東京グールのタイトルの色合いのペイントが、されてますね。吹雪。この吹雪って多分あれでしょ、殴りとかでしょ、うん。殴りっていう概念というかあれでいいのか。はい。プライヤーですね。拷問器具。これね、ベンチって呼ばれてるからプライヤーだと思うんだよな。ということで、多分ここまで、あ、そうそう、飛行グッズね、これ、ひなみの、はい、かぐねのパラシュートですね。で、トーカー。これめっちゃ欲しいんだよな。このメラメラなってるトーカーの羽角。で、東京グールのタイトルのペイントがされたパラシュートですね。これもいいね。なんか東京グール、無印東京グールのタイトルの色合いめっちゃいいよね。赤、青。赤と青ってなかなかね、映えにくいんだけどな。で、リュック。はい。金木のマスクリュックですね。まあこれは一つだけかな。で、アイコン。これな、アイコンってあれなのかな、自分のプロフィールアイコンみたいなやつなの。これ、金木の、輪郭とマスクがついたアイコンと、トーカちゃんの、うかくとマスクがついたアイコンですね。まあこんな感じかな。まあスプレー。戦闘中にスプレーとかさ、もう完全に友達とやってる時にこうお遊びやる程度だと思うけど、ひなみかわいいな。ひなみのスプレーぜひともゲットしておきたい。まあ俺、このゲーム一緒にやる友達いないんですけど、ね、しかも PC 版だし、余計いないわ。さっき1試合やったんですけど、ダウンロードしてから。めちゃくちゃ時間かかりました。あ、乗り物忘れてたね、乗り物。乗り物は、はい。金木のリンカ、まあ金木モデルのあれですかね。乗り物です。車ですね。なんか、乗り物によって、なんか、なんていうんだろう、こう性能が変わるみたいなことを聞いたんですけど、本当なんですか、それ。そうだとしたら、なんかちょっと、あれじゃないか。いけないんじゃないか、それは。はい。バイクかっこいい。このバイクかっこいいな。耐久とか変わってくるのかな。で、あと、エトですね。フクロウエトのスポーツカーみたいな、はい、感じだと思います。まあ、金木の車が欲しいかな。でも多分俺、車乗る派じゃないんで、バトロワで走っていける距離だったら走っていく、派なんで、わざわざ車には乗らないんでね。多分このゲームはなんていうんだろう、車当てるために課金する人が多いのかな。なんか性能やっぱ関わってくるのかな、車っていうのは。はい、ということで、ガチャ引いていきますか。はい、1万1000円課金したけど、なんか出る気がしないな。昨日も配信でいろいろ聞いたんだけど、まあ渋いと。いかんせん渋いということでですね。はい、俺もそれなりの覚悟を持って、お金をぶち込んだんですけども、やっていきましょうか。じゃあまず10連目。まあ50連だからね。うん。50連しか聞かないから。確定演出とかの。うわ、来た鳴る紙だいきなり来たんだが。え、これオレンジか。これオレンジか。50連確定枠、いや、10連目で、鳴る紙を引いてしまったんだが。これは、使わなきゃダメでしょう。ねえ。はい、ということで、保存。何保存って。これ写真か、これ。て待て。おい、これ、モンスターストライクのガシやり、お前、これ、虚無感がすごいぞ、ここまで一気にいかれたら。もっと、パリーンぐらい言ってくれよ。これ、ピエンじゃない、この被り物って。いいのか、これ。ピエンだろ。はい、ということで、20連目いきましょう。待て、こんな一瞬でいかないで。怖い。怖すぎ、このガシャ。分かったよ。もう、これ、なんか、10万とか、20万とかも、即行っちゃう理由が分かったわ。ガシャ開くのが早すぎる。おい、これ一瞬で2000円溶けてるかな、今。2200円ぐらいが、これ、今この2秒3秒の間溶けてるからな。これボタンポチッと押した瞬間に2200円ぐらい飛んでんだから。来い金、うわっ、ひなみの旅人。あ、この、あれだね、車見るの忘れてたね、そういえば。あ、俺これ乗るわ。うん。チェーンソーマンの小紅カーみたいな渋さだな、これ。はい、ということで、よかった。なんか2つ出たオレンジ。いいんじゃないか ?50 連目でもう1個オレンジ出るってなったら、あとは、金木の銃。金木の銃は金枠なのかな、どうなんでしょうか。お、来たね、かじり。8カーのクイーン系。かっこいい。武器が出た時の、何このムービーみたいなの。めちゃめちゃかっこいい。はい、ということで。なんか保存って意味あるのか、これ。な。あ、また8かの雰囲気。そんな出なくていいぜ。他の、でも、なんかいいんじゃない？どう？確率的にはこれ見てる荒野行動ガチ勢の人。俺の引き、どうすか？ああ、悲しい。悲しい。また出た、ピエン。またピエン出たわ。うん。ということで、ラストなんですけども。次、オレンジが1つ出ますね。うん。まあ最初から金が出るとは思ってないんですが、あ、俺何が金か見てなかったな。見ればよかったな。え、あれ、あ、そういうこと？俺最後50連目にオレンジが出るのかと思った。何これ？50連の中でどっかにオレンジが1個出ますよみたいな。そういう感じですか。そういう感じですか。まあでも3回出たからさ、めちゃくちゃいい方なんじゃない？知らんけど。これ何？受け取るってあるけど。何これ？受け取れんの？ウルトラレア。何これ？スーパーレア。何これ？弾けんのこれ？弾いてみようぜ。あ、そういうことか。なんか、でもどっかに10連あったよな。ちょっと、あと2回弾けるわ。単発で。弾こう。ファイヤー。飛行男。飛行男の飛行服。ファイヤー。スプレー。狙撃陣。はい。どっかにね。どっかにね、10連弾けると思うんだよね。あったわ、東京グール限定ガチャ10個。コラボ限定武士ガチャのアイテムをランダムで1つゲット。ガチャ引く回数に計上しません。はい。ということで、これ、1個開けるか。限定武士ガチャアイテム。だから、あん中で1つ出るんでしょ？金とかオレンジとかの中から。ということで、10連引いてみましょうか。あ、美味しいな、これ。いや、出ねえし。何が出た？何？あれ、10って書いてたよ。俺、9しか出てなくね？あれ？よくわかんなかったわ。ちょっとあれだね。見ていこうか、引いたやつ。いや、なるかみ出たのマジ嬉しいな。これ、一番課金してよかった。俺はこれさ、取れ高ないまま終わるの嫌だったからさ、なるかみ出たのマジ嬉しいわ。ありがとう。パチ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 。いやー、これ、結構グラムいいしさ、なんかさ、ここのさ、荒野行動とか作ってるさ、会社がさ、なんか、グルのゲーム出してくれねえかなとか思うんだけど、見て、これめちゃめちゃクオリティ高くない？このなるかみの、AWM。マジかっけんやが。AWM も俺に待たせたらもうあれよ。一級品よ、もう。うん。100人ぐらい抜くわ。うん。それはバトルは俺まで頭抜いてんだよな、100人つったら。ということで、はい。今回は、荒野行動東京グルコラボガシャ、見事、俺は、なるかみをぶち当てることができました。ということで、また次回の実況動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。